はい、こんにちは、総合監督と申します。イフットボールウィークはチャンピオンスカッツ。今日もこちらのゲームを実況プレイしていこうと思います。さあ、バイエルンのね、ガチャが来てたんで、それを引いてみようかなと思ってます。はい、サブアカですね。まあ、リセマラ中でして、そのガチャで、まあ、いい選手が出たらやっていこうかなと思ってるので、行きましょう。まずはプレミアムガチャから引きましょう。さあ、行こうか。まあいつも通りね、金旗回らなかったということで、もうほんまに全然やっぱ回らへんもんやねんな、これな。ここで出たらな、一気に始めるのにね、まあ、心動くんですけどね、まあ、気合も入るしね、まあ、ただね、あのバイエルンのガチャはちょっと微妙。おここで星5になった、いいんちゃう。うん、 OK、 10点。そして11連目。お102消えますか。ここはちょっと微妙ですね、さすがに。中盤2枚。さあマイページに戻って、じゃあ行こうか。さあそれではね、ガチャの方引いていきたいと思います。まあとりあえず手始めに、ね、無料のやついっとくか。これな、感謝祭のやつ今だけやからな、これ引ける間にね、なんか引いときたいよね。金旗もありました、ありがとうございます。102以上確定ですからね、いきます。さあここでちょっとね、いいの引きたいですよね。まあ、ワンチャンこれガーディアン引いた方がいいかもしれんけどな、ね。このバイエルンのチップやったら。さあ、どんなもんかな、これ。お、ここでグレード88。なかなかいいんちゃうか。9回目で星5になった。さあ、結構上がり幅いいぞ。グレード99。ただエペルトンか。微妙。そして10連目。どうだ？いやー、102はまだティーレマンスかぶった。そして11連目。さあ、どうだ？104、ちょうどか、ちょうどやー、ラッシュフォード、残念。はい、ということで、ではね、お目当てのガチャ、マジでこの感謝祭のこっち引いた方がいい気もするけどな、どうなんやろ。2回目ピックアップ選手カードが確定、確定な。まあまあまあいいや、やっぱねこっちね、初始貫徹いきましょう。スペシャル枠、星5出現率が 30%。 そして2回目、レギュラーの星5選手カードは確定。いや、かなり微妙じゃないこれ。引いてみるけど、やっぱ微妙やな。バイエルン確定させない意味ないような気がするけど、まあ、バイエルンの選手欲しいのであれば、例えば、キミッヒ、取りたい。まあ、でも、キミッヒとレバーがね、一応ね、セレクトスキル持ちでおるはずやから、まあ、引くのもありなんかなって気もするけど、ただちょっと厳しいかな、やっぱりね。OK。とりあえず2回行きましょう。さあ、いや、これしかも星5確定でもないんかいな。かなり激辛ガチャやった。ただ星5は引けた。ありがとうございます。なんとかなったな。かなり微妙なガチャやな、これは。始めらないか。もう今やってっていうのはちょっと得策ではないかもしれんな、このガチャ。このガチャではちょっとね、厳しいやろな。メッシ引いて、ワンチャンガーディアンでいいの引くっていうパターン。お、でも結構グレード高い。99。ダニーロ。まあ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 。そして、約1。あ、惜しみ変か。微妙ですね。さあ、次はね、レギュラーの星5選手が確定なんでね、これいきます。さあ、金型、あかん。2回引けたらもうこれ引かん方がいいやつやわ。まあね、バイエルン好きにはね、バイエルン好きでもこれは引くべきじゃないの。これ引くぐらいだったらもうあのガーディアン引き取ったらマシだと思います、ほんまに。はい。と言いながら、と言いながら結果出せ。結果出ない。そして、11連目。微妙やね。ダニーロ。はい。ということで、まあ、これではね、正直、始められません。まあね、このバイエルンの11連ガチャ引くぐらいやったら、まあ、こっちのね、感謝祭の、これを引いた方が僕はいいと思います。4回目でね、グレード102以上の星5ピックアップ選手カード、まあ、ガーディアンがね、確定するわけですからね。はい。まあ、始める人は、序盤のあれで、最初のあの11連 ×2 で、あの無料ですね。で、メッシとか、まあ、その辺、結構強いところを引いてから、ガーディアンでディフェンスの補強というのが、まあ、いい感じの補強になるんじゃないかなと思います。はい、では今日はこの辺で終わりましょう。最後までご視聴ありがとうございました。